信号を送って爆雷を作動させ、機雷を処分する。水中行動能力、攻撃能力が向上したハルシオ型へと累敵型潜水艦は進化した。初代親潮の登場から40年、葉巻型になった2代目親潮は戦後の潜水艦建造技術を集大成した。さらに日本の潜水艦は今後も進化を続けていく。細かく区分された狭い艦内で過ごすことになります。皆さんがご覧になるシーンは、
旋回させることができます。本来これ360度当然回るんですが、あのこの船の後ろの方にはマンションがありますね。ああそこ覗いちゃいけないんで前だけしか見えなくてます。魚雷を発射する部屋が上からご覧ください。下の部屋が魚雷を発射する部屋です。少し巨匠が一瞬してきた。あ、ダメですか。一瞬巨匠が一瞬に来てきた。どうぞ潜望鏡をご覧ください。今の外の景色ご覧いただけますか。ここから、ね、ここからね、はい、はい、あの緑土日多いんですよ、うん、はい、ですからもうちょっと手伝いができれば、はい、やろうかなと思います。もうあれ、今のボランティアでもやっぱり若い人がもうだいぶと言っても、ね、そうですよね。もう角田さんの若い人だからもうね、はい、いや随分時代が変わってきたと思います、はい、どんがらかにしてもどんがらかにだったらまだ分かるでしょう。もう分かるけどね、私を知っとる人が、いなくなりますね。少なくなります。そうです。十字型が X 型になってますよね。X 型になってます、うん、ですからもう操舵席もですね、そうですね、こうじゃないですよ、うん、この、うん、ああ、大丈夫ですよ、持ってください。500キロまで大丈夫ですから、はい、これって言ったら500キロ以上大丈夫、はい、景色変わりますよ。あ、本当だ。一緒です。一緒なんです。あのね、こちら夜間用ですから、夜間になりますと暗視装置というものを作動しますとね、赤外線暗視装置といって、あのテレビカメラでよく夜間を、あの映しますよね。あれと同じような映像が見えるんですね。今日は曇らないと潜望鏡で外を見るときに外が見えません。したがってもう少し光量は絞りますね。小会長と言いまして、この潜望鏡を握って外を監視しているのはですね、もっと絞れって絞れと言うんですけども、操作する人間はね、どうしてももう少し明るくしよう、明るくしようとするんですよ。そのせめぎ合いがあります。はい、よし、どうぞ、よく見えるよ。
で館内にはいろんな警報音がありますけども、例えば館内でこういう音がしますとね、全員が自分の配置につきなさいという合図です。これでから戦闘配置につきます。介護プレイしますから、どうぞ自分でやってみてください。プロテでやらないとね、ちょっと軽くはなかなかなりません。足りますか、ね、これもね、これで1メートル75センチぐらい。あ、黒いよね。あれ、あの人が見えたよ。嘘ね。